おはようございます。高野雲です。先日私はエルヴィン・ジョーンズについて語った動画をアップしました。タイトルはすごいエルヴィン・ジョーンズのドラムとリズム感というタイトルなんですけどもね。でせっかくアップしたからにはこのエルヴィン・ジョーンズについてもう少し詳しく主に経歴などを語った動画もアップしなきゃなと思ったところにですね、めちゃくちゃタイミングがいいところにミスターのぶちゃんさんからですね、エルヴィンのプロフィールについてのコメントをいただきましたので、せっかくですから取り上げさせていただきます。読みますね。エルヴィン・ジョーンズはミシガン州存在の音楽一家のミシガン州存在の音楽一家の三男坊に生まれた一人ですが、9歳上の長兄ハンクピアノハンク・ジョーンズですね、4歳上の次兄サド・ジョーンズですね、トランペッターですねも後にジャズ界で一目も二目も置かれることになる名手でしたね。先にデビューした優秀な兄さん2人の後を追い、よっしゃ将来俺もジャズ界に入りドラムでブイブイ言わしたると言っていたかどうかは知りませんが、1948年21歳佐渡兄さんに誘われプロとしてサボイレーベルで初レコーディングに参加しています。その後2年後にケニー・バレルギタリストですねのセッションに呼ばれて録音しています。ここから5年ほど私服の時間がありましたが、1955年にマイルス・デイビスのデビューレーベルにおけるブルームーズセッション、1956年プレスティジレーベルのブローイングセッションルーツに参加しました。しかし彼がジャズ界でブレイクしたのは J.J. ジョンソン、トロンボーンのね J.J. ジョンソンのグループに参加してからですね。ボビー・ジャスパーテナーサックスフルートやトミー・フラナガンピアニストですね、ウィルバー・リトルベーシストですね、そしてエルヴィン・ジョーンズを擁したJ.J. ジョンソン・クインテットのアルバム、実に素晴らしいと思います。またクインテットのヨーロッパ演奏旅行の際、リズムセクションのトリオのみで現地スウェーデン・ストックホルムのメトロノームスタジオで録音したフラナガンの記念すべき単独リーダー版オーバーシーズもすごいです。特にリトルロックにおけるエルヴィンのブラシさばきの際、切れ味はもう驚異的。この3ヶ月後、エルヴィンはソニー・ロリンズに呼ばれビレッジ・ヴァンガードにおけるピアノレストリオのライブセッションに参加しました。皆様ご存知の実況録音版がブルーノートレーベルから発売され大評判を博しましたね。きっとコルトレーンもこれらのレコードを聞き漁り、もちろんエルヴィンのライブ会場に足を運び、このドラマはできる、ぜひ再度に欲しいと考えたに違いありません。というエルヴィンのですね、ビレッジヴァンガードまでの道のりをコンパクトにかつ分かりやすくミスターのぶちゃんさんがまとめてくださいました。どうもありがとうございます。ブルームーズがそう最初なんですよね、マイルス・デイビスのね。これは他の動画でも語ってるので、探して聞いていただきたいんですけど、マイルス・デイビスとチャールズ・ミンガスの借金帳消しセッションだったんですね。チャールズ・ミンガスがエルヴィン・ジョーンズとマイルス・デイビスにお金を貸していたわけですよ。おそらく麻薬代だと思うんですけどもね。でいつまでたっても返さないので、俺のレコーディングに参加してくれれば借金チャラにしてやるよということで参加したレコードなんですよね。でその頃のエルヴィン・ジョーンズはコルトレーン・カルテットで聴かれるようなああいう激しいドラミングではないんですけれども、ちょっとおとなしいですよね。一説にはやる気なかった説って借金帳消しだから、君叩けやこれで借金チャラやったやる気ねーって叩いてるんじゃないかと指摘する方もいらっしゃいますけれども、そのあたりから少しずつシーンに出始めてきてますよね。でやっぱり決定的な名演は私はトミー・フラナガンのオーバーシーズだと思いますね。これもオーバーシーズについて語った動画あるので、探して聞いてみていただきたいんですけども、夜 J.J. ジョンソンのグループ、契約上ではサイドビジネスしちゃいけないってなってたみたいなんですよね。他の仕事をしちゃいけないと、自分のリーダーのつまり J.J. ジョンソンがリーダーのバンドに参加しているときはアルバイトしちゃいかんよという掟を約束を破ってですね、夜ストックホルムかな確か抜け出してですね、それで深夜のスタジオでささささって手早くレコーディングをして、それで発売されたのがオーバーシーズなんですね。それでそんなにメジャーなレーベルじゃなかったので、しかも現地ヨーロッパだけの発売が前提だったので、アメリカ、を拠点にしてますからね、J.J. ジョンソンね、ツアーでヨーロッパ行ってるだけですからね、だからアメリカを拠点にね、活動している JJ ジョンソンの耳には届かないだろう、アルバムの存在は知らんだろうと思ってそんなにたくさんプレスされずにいたんですよね。まあ、数千枚、1000枚か2000枚か3000枚か分かりませんけれども、ヨーロッパ内での流通を前提に録音されたんですが、意外と評判、そしてあれですよ、内容がとてもいいので、プレスティッジのボブ・ワインストックがこれ買い取ってですね、アメリカで発売して、それで JJ に知られることになってですね、でうまくボブ・ワインストックはプレスティッジのオーナーがね、話しつけてくれたみたいですけれどもね。なので、ジャケットが2種類出てるのはそういった意味もあるんですね。そういった背景もあったりもしますけれども、そこで聴かれるエルヴィンのね、ブラシは全て最高ですね。というか、ブラシしか演奏してないんですけれどもね、このレコーディングは全て全曲ブラシで通そうとエルヴィン・ジョーンズは決めて、それで、どの曲もバラードであろうが、激しい曲であろうがですね、全てブラシでいろいろ工夫をして、レコーディングに臨んだという話です。でやっぱりね、私はやっぱりリラクシアットカマリドとかのブラッシュワークがすごく畳みかけるのはすごく好きですけれども、まあ「Widow Weep for Me」だったりとか、あと「チェルシー・ブリッジ」のようなこう比較的穏やかなテンポバラード調の演奏のブラッシュワークにこそエルヴィンのそのバネのあるですねリズム感がすごくさえ渡ってるんじゃないかなと思ってます。でミスターノブちゃんさんがお書きになられてるあの曲、そうそう、リトルロックのブラッシュワークもすごいですよね。だから、これはもちろんね、トミー・フラナガン、いつになくアグレッシブなトミー・フラナガンを聴くことができるんですけれども、それだけではなくて、エルヴィン・ジョーンズのブラシ名盤だと私は思っています。で、他にやっぱりエルヴィン・ジョーンズのおすすめアルバム、個人的に好きなのは、どうしてもやっぱりね、コルトレーン・カルテット在籍時のエルヴィンがやっぱり私好きなんですよね。インプレッションズだったりとか、チェイス・イン・ザ・トレインだったりとかね、ビレッジ・ヴァンガードに入ってるね。あとは、そうだね、やっぱりマイ・フェイバリット・シングズ、アトランティック版の方ですね、セルフレスネスも私すごい好きなんですけれども、セルフレスネスの太鼓はロイ・ヘインズが叩いていますので、やっぱエルヴィンが叩く三拍子はやっぱりアフロブルーだったりとか、あとアトランティックの初演のマイ・フェイバリット・シングズ、ちょっと奥に引っ込んじゃってはいるんですけれども、でもすごく細かくアクセントつけているんですよね。その辺がすごく好きです。でアクセントといえばですね、エルヴィンのうねるドラムの特徴の一つがやっぱり3連にあると思うんですよ。もちろん3連は他のドラマーもベーシストもピアニストも管楽器奏者もみんな入れてるんですけど、タタタってやつですね。タタタって、だから私もよくベース教室でベース習ってる時にその3連うまくいかなかったので、ベースの先生から言語化すると感覚身につきやすいよって、それを肉体に落とし込みやすいよって言われて、ほら田畑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 って、ほら田畑って駅山手線にあるじゃない。だから田畑渋谷目黒みたいなねそういう山手線の駅結構3文字が多いので、それをなんか田畑渋谷目黒、あとどこだっけ 3つの文字いろいろありますよねそれを言うとすごくいいよとかね。4文字だとちょっと手ぬうちょした感じで、シンバシシンバシシンジュクとかね。あと、5連とかだとね、池袋、池袋とかね、アホなことやってましたけどね。ちなみに話もっとそれますけれども、チュニジアの夜とか、アフロリズムあるじゃないですか。アフロキューバンリズムって、ドンタントンタカドンタンツンタカドンタンツンタカドンタンツンタカ、アートブレイキーが、チュニジアの夜で叩いているようなドラミングを思い浮かべていただければ幸いなんですけど、女性のリスナーあんまりいないと思うのでちょっと言っちゃいますけれども、このねアフロリズムをなんとなく体感的にマスターしなければ、でっかいチンポコでっかいチンポコでっかいチンポコって言えばいいんだよなんて言われて、ああそうかなんてね、私もいまだに頭脳が小学校2年生レベルなので、そういう小児病な私にとってみればそういうの下ネタ大好きなので、もう一気にチュニジアの夜が好きになっちゃいましたねなんていう余談はさておきですね。その3連なんですけど、タタ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 のこの3連にどこにアクセントを置くのか、どこを伸ばし気味にしてどこを短めにするかによってミュージシャンの個性がすごく現れやすいんですよ。ただ単純に均等に3分割するだけじゃなくて、やっぱりその人自身の体の癖とかノリの癖って出ちゃうんですよね、3連のところにね。だからタタ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 って、まあメトロノームだと正確にタタ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 タってなるんですけれども、人によってすごく一瞬の出来事だね、タタタっていうのはね。だけどものすごく細分化して細かく聞いていくと、人によって最初にアクセントを置く人と後ろにアクセントを置く人といるわけですよ。でもちろんエルヴィンは後ろ3連符の3つ目の音に、最後の音にアクセントを置くんですね。だからタタタに対してタタパなんですよね。タタポって感じ、タタポ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 。だから後ろにアクセントを置くと重く粘るんですよ、引っ張った感じになるんですよ。後ろにアクセントが置かれるので、やっぱり前よりも後ろにこう引っ張る感じなんですね。それがとてもエルヴィン強烈なんです。タタタッタタタッって感じでね。だから聞いていて強烈なこううねりと、あと後ろに強烈に引っ張られるような感じがするんですよね。それとやっぱバスドラの使い方もエルヴィン強烈なんですよ。そのエルヴィンのうねり、ものすごいプッシュ力のあるのエルヴィンのドラムの、分析的に、そんな風に聴いてるわけじゃないんですけど、常々ね。だけどよーくエルヴィンのドラムばっかり耳凝らして聴いてたりすることもあったりもして、そうするとやっぱドラムのバスドラムのですね、あれがやっぱ凄まじいんですね。だから普通ドンってやって勢いつけるところドドってなんです。2回叩くんですね、ドッドッって。で2個目の方にドッドッって、1個目のドは助走みたいな感じで、2個目がドッっていうのがすごい勢いだったりするんですよ。これがまた強烈で、それが演奏強力にプッシュしている一つのエルヴィンのドラミングの秘密なんじゃないかなと私は思っています。なかなかね、エルヴィンはいいですよね。じゃあコルトレーンカルテット以外で、じゃあ私が好きなのは、やっぱ Putting It Together ですかね。ジョー・ファレルとあとジミー・ギャリソンとやってるピアノレストリオなんですけれども、このピアノレストリオで、ピアノが抜けている分だけ、やっぱりドラムの音を集中的に聞きやすい状態になっているので、すごく細やかなブラッシュワークが、本当にブラシのワイヤー一本一本が生き物じゃないかと思うぐらい、とってもうごめいているようなブラッシュワークも楽しめますし、あとはやっぱり、スティックで叩いてるときは、このシンバルのカツンカツンって音がものすごく刺激的で、聴いていてなんか気持ちが鼓舞されますよね。だからその辺をぜひ聴いてみていただければと思います。ということで今回は、ミスターのぶちゃんさんからいただいたコメントを軸にですね、エルヴィン・ジョーンズのドラミングについてなどをお話しさせていただきました。また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。